ターナーとレジェンダリー決別かとの報道が入ってきました。この報道でモンスターバースの今後不安視する方は多いと思いますが、個人的には結構面白い展開になるんじゃないかなと思っております。なので今回はモンスターバースの未来について少し考えていきたいと思います。レジェンダリーはどうやらワーナーと決別して別会社との提携を模索しているようです。現在ソニーピクチャーズとパラマウントが候補に上がっており、最有力はソニーとの噂。そもそもレジェンダリーとワーナーは別々の会社で順風満帆な関係とは言い難い状況でした。2010年にこの2社は一旦提携を解消しており、ユニバーサルと組んでジュラシックワールドシリーズなど多数の作品を制作しました。ですがこのタッグでは思ったほどのヒット作は出ず、提携は延長されることなく契約が終了して、2018年からは再びワーナーと提携して今に至っているわけです。ですが今回再び決別かという報道が出ました。なぜそんな噂が出ているのか、その理由はね、コロナ禍が原因なんです。コロナ禍でアメリカは多くの映画館が休業に追い込まれておりました。そんな状況なのでワーナーは傘下の HBO Max という配信サービスで自社の配給作品を劇場公開と同時に配信するということを決定。そこにはレジェンダリー制作の VS コングなどが含まれておりました。しかしこの決定にはレジェンダリーは一切発言権がなかったんですよね。正式発表も直前に知ったほどなので、レジェンダリーとワーナーの間にはかなりの圧力が生まれ、一時期は法廷闘争寸前まで行きました。その後両者は和解しましたが、おそらくこれが決別の原因になったと言えるでしょう。なのでワーナーとの契約が終わるので、次は別の会社を模索しているという噂が流れているんですよね。こんな状況なのでモンスターバースの今後どうなるんだよと不安視する方も多いと思いますが、とりあえず次回作は決定しております。モンスターバースだけは特殊で、ワーナーとレジェンダリーの共同プロジェクトになっているみたいなんですよね。次回作までは一応ワーナーとの提携は続くようですが、それ以降はちょっとまだわからない状況です。マーベル・シネマティック・ユニバースの初期の作品はパラマウントが配給を担当しておりましたが、ディズニーのマーベル買収以降はディズニー配給に切り替わったということもあったので、提携先が変わってもシリーズが続く可能性は大いにあります。個人的にはソニーと組んだらかなり面白いことになると思うんです。ソニーはね、実は以前ゴジラを作ったことがあるんですよね。ハリウッド映画に詳しい方なら察していると思いますが、そうエメゴジなんですよ。エメゴジは厳密に言うとソニーのゴジラなんです。制作会社のトライスターはソニーピクチャーの子会社なので、ソニーと提携したらモンスターバースにエメゴジが登場する可能性が出てくるんですよ。まあそもそもあのデザインでもゴジラであることには変わりないんで、ファイナルウォーズのように出そうと思えば出せるっていう状況ではあるんです。ただエメゴジのいわゆる世界観とマルチバースみたいにクロスオーバーさせるっていうことになったら、トライスターとの契約が必要になってくる。ですがソニーと契約すればそんな煩わしいことは一切不要で、簡単にエメゴジの世界につなげることができるんですよ。もう言ってしまえばスパイダーマンの映画みたいにハリウッドのゴジラが勢ぞろいする可能性はわずかながらに存在してくるんですよね。この展開はめちゃくちゃ面白いと思いませんか？現在のキャラクターコンテンツって本当何が起きてもおかしくない状況なんです。 MCU も X-Men やファンタスティック4とようやくコラボできるようになりましたから、モンスターバースもこういった現象が起きても何らおかしくはないんですよね。そしてソニーと組めば、まあこちらは限りなくゼロに近いですが、あのキャラクターとクロスオーバーする可能性も出てきてしまう。ソニーが映像化の権利を持っているキャラクター、そうスパイダーマン、これねスパイダーマンってねマーベルのキャラクターだからクロスオーバーは無理だと思うでしょう。ちょっとねややこしいんですが、コミックなどの権利はマーベルが持ってるんですけど、アニメや実写を含む映像化の権利はソニーピクチャーズが持っているんですよね。アベンジャーズにスパイダーマンが出てきたのはマーベルのキャラクターだから当然だと思う人もいるでしょうが、実際にはマーベル以外の会社が権利を持っているので別会社のキャラクターっていう状況になっちゃってるんですよね。ようやくマーベルとソニーが提携することでアベンジャーズにスパイダーマンが出てくることが可能になったという経緯があったんですよ。まあこれもちょっとねおかしな話だとは思うんですけどね。映像ではありませんが、マーベルはコミックの方でウルトラマンのアメコミシリーズを刊行しております。そこで表紙だけではありますがスパイダーマンとのコラボもありました。他にも日本の漫画の進撃の巨人、これとコラボして短編漫画を作ったという過去もありました。このように様々なコラボが行われているので、ソニーと組んだらゴジラとスパイダーマンが
コラボするのはありえるかもしれないんです。もっと言えば M5G、モンスターバース、そしてスパイダーマンが共演する異様な光景すらありえるかもしれない。なので個人的にはワーナーと組むよりソニーと組んだ方が夢のある未来が存在していると思います。ワーナーは DC コミックスを傘下に収めているので DC コミックスのヒーローとコラボする可能性はありましたが、まあ、決別になってはそれは実現できませんし、 DC の映画は正直成功しているとは言い難い状況なので、ソニーと組むのは個人的にはあり以上にあり。現在のキャラクターコンテンツは何が起きてもおかしくない状況。エメゴジとスパイダーマン、もっとその先とのコラボ、これもあり得るでしょう。本当にね、マジで面白くなってきてますよ。ワーナーとの決別はモンスターバースにとって不運ではなくて、全く新しい風を吹き込ませる巧妙と言えるかもしれません。ゴジラが世界の人々をさらに驚かせる、そんな展開が待っているのかも。何か動きがあれば皆さんにお届けしますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。